亮太郎です。ちょっと髪伸びましたね。切りたいです。なんかこうツイッターとかこうリスナーさんに男性の髪型って何がどんなのがやっぱ好きですかみたいな質問するとやっぱ単発黒髪なんですね、多いのが、たまに長くてもいいとか言ってる、んだけど、やっぱ男は単発黒髪ってことで若干染めてしまったし、若干長いし、今非常にモテない。こんな状態で撮ります今日は。で今日紹介したいのは結構、好きな人は好きなジャンルじゃないかなと思ってる、僕も好きなんですけど、あの反重力に関してのお話で。今回はかなり現実的な話なので結構すごいなって思うことを紹介していきます。なので、知らなかった人もびっくりするかもしれないし、知ってる人は、詳しい人は知ってる知ってるみたいになるかもしれないです。反重力が現実的にもうなる、なってるよみたいなところですね。でまず一つ目なんですけども、まず反重力音波で浮上させる技術を東大が開発したそうなんですよね。で超音波で、物体を浮かせて動かす手法を開発したと。で今回動画も用意しているので内容も見せますね。東大っていうと結構現実味が出てくるでしょう。で今回いろいろ紹介するんですけど、共通してるのが音なんですよね、超音波で。その物を浮かせるためにある一定の音波を発することで、物質が軽くできる。でその内容としてその浮かせてるものが、鉄製のネジであったりとか、プラスチック、マッチ棒とか、基本的に何でも鉄じゃないといけないとかそういうことではなく何でも浮かせられる、物質質量を軽くするっていう、これは超音波を用いた方法になるらしいんですよ。なので、音が関連しているっていうことなんですよね。なのでまずはそれを見ていきましょうか。どうですか、なんかすごくないですか。ここまで最近の研究では進んでるんだなっていうところなんですよね。なんかそれに基づいてこのちょっと前に見たことあるんですけど、反重力に関してはロシア系のなんか情報が昔から多くて、さっきの東大、その東大っていうところが研究することで現実味を結構帯びると思うんですけども、そこにちなんでロシアがその開発した石が空中に浮く技術っていうのもあるんですよ。その動画もあるんで紹介しますね。ロシアのノビシビルスクノビシビルスクっていう場所で行われる展覧会のようなんですけども、機械の上に石が置いてあってそれを浮かせることができましたよ。これも結果的に超音波なんですよ。音を使って浮かせているっていう技術らしいんですけれども、この動画もちょっと見てみてください。プロトタイプ、ストロースト、ケトラス、ストヤニー、パッニャッキログラムオブイオブジェクト、не содержащий магнитов, железа, электроники и даже механики.
Фрагментация происходит за счет определенного резонанса с определенным образом структурированным веществом с набором атомных свойств. Вот таких веществ может быть очень много предложено. Самое главное достижение вот этой демонстрируемой левитации – это, конечно же, стабилизация. Именно то, чего не хватало. Благодаря этому методу стабилизации теперь стало возможным левитация над открытой поверхностью. То есть сделать устройство, которое будет не вдоль рельс передвигаться, а левитировать, по-настоящему левитировать и контролировать процесс левитации над поверхностью. どうでした？結構すごいですよね、この映像も。まあ、その分かりやすくここでは説明したいと思うんですけども、ある特定の周波数を作ると石は持ち上がるらしいんですよね。で、結構なんかそういう関連のことって重力関係のことで言われていることが多いんですけども、僕が見た限りでは結果的にその先ほどの東大が発表したその超音波に関しても同じような原理があるんじゃないかなと思うんですよね。詳しいことは分かんないですけど、僕が無重力系とかこう半重力系とか、まあ、結構興味がある分野なのでよく昔調べてたんですけども、まあ、その中で見つけた動画があるんですよ。で、その人は個人でこうずっと半重力の研究をしてる人なんですよ。で、その人もロシアの人なんですよね。で、その人もなんか解説によると、同じくある一定の周波数、その音の周波数を合わせることと、あと高電圧の電気を使うことで半重力の状態を作れるってものを浮かせてる研究をずっと失敗しながらも成功したりしてやってるんですよね。その動画もあるんで紹介します。Я его при помощи него настройки делал. И вот наш диск. Вот то же самое, тот же дом, та же квартира, вернее, комната. И так же, как год назад, в этом же месте я проведу повторный эксперимент. Ну вот он, наш диск.
Я не снимаю его с близкого расстояния, когда он включается, для того, чтобы не глючил телефон, вернее, iPhone. Потому что мои электронные часы и другая электроника во время работы диска отключается с близкого расстояния. Вы знаете, феномен NLOAD то же самое повторяется однозначно. Потому что когда вот НЛО появляется, отключаются и машины, останавливаются, и мотоциклы, вся электроника, радио и все прочие приборы. То же самое с айфоном. Вот мой диск. Кто-то думает, что я замаскировал дрон. Нет? Ничего не замаскировал. Все то же самое. Это не вентиляторы, это два диска. Те же магниты. Покажу только сам взлет и накину кольцо, потому что нет смысла сидеть несколько, столько времени ждать, пока я настройки сделаю. Так что вот, сейчас монетку поймал, момент открыла. О, начинается, сейчас поймаем момент открыла. Пошла, есть! Зафиксируем, попробуем стабилизировать положение, чтобы не шаталось. Сейчас, минутку. Вот это кольцо сейчас пропустим через этот мягкий. Как видите, тут нет разрывов, ничего. Убираем клемму. Нужно постоянно регулировать. Вот она все висит. Она даже смотрится как НЛО. Домашняя гравицапа. Сейчас убираю клемму с скачера. И она сейчас долбанется. Не так быстро, правда, а медленно. Все убрал. Сейчас ждем минутку. すごくないですか？なんか、まあ、こんな感じでできるんだなって、まあ、どういう風に作ってるのかわかんないんだけど、まあ、なんか UFO の原理、無重力の原理になんかなりそうですよね、この結果的に。だから結果的に音の周波数と、まあ、高電圧の電気が、まあ、関係して実際に質量をなくしているみたいになってるのかなっていう、まあ、話をまとめると、で先ほどの研究の流れからすると、まあ、少しずつこう無重力の状態っていうのができるのかなって。だから石をさっき浮かせてたじゃない、もうそれも現実的にも浮いてるっていう状態なんですけども、なんかその一説ではね、まあ、これはちょっと都市伝説的なお話になるんですけど、まあ、ピラミッドとかそういったものも音で、まあ、石を持ち上げていたみたいなことを言われてる話もあるらしいんですよ。まあ、さっきのを見せられるとなんかこう本当だったのかもしれないなって思えるところですよね。音を使って物を軽くするみたいな、ね、そこにちなん でここまでは一旦結構現実的な話なんですよ、本当に。なのでまあ近いのかなと話題になってるんですよね、無重力の世界っていうのが。でその無重力の世界、ハチソン効果って呼ばれるものがあって、でハチソン効果っていうのは何なのかっていうと、ウィキペディアを読みながら解説してみるね。ハチソン効果っていうのは、まあ、1979年にジョン・ハチソンっていう人が、まあ、発表した、反重力の物体浮遊などの現象で、これは当時話題になったらしいんですけども、物がいろいろ浮くっていう動画を出したんですよね。でそのハチソンによれば、この人も、まあ、結果的に電子のコイル、電圧、巨大な電圧を使って
浮遊状態を作ったって言われてるらしいんですよ。で、もともと独自に開発した機械を用いた実験をしてて、まあ、たまたまそのような現象を発見したらしいんですよね。で、その映像が残ってて、で、それが反重力の浮遊、金属で、金属がまあ砕けるような映像であったりとか、まあ物が浮くみたいな状況、まあいろんな動画が残ってたんですけども、一旦まあそこも見てもらいましょう。知らない人もいるかもしれないので、Hutchison made a 60-pound cannonball rise off the table. It would also fuse dissimilar materials, heat metal but not burn the wood it sat on, shatter metal as well as change its crystalline structure. This was something to write home about. Beginning of 1980. And it was sufficiently interesting that we said, want to learn more about that. So we agreed to fund it. The precursor in John's effect.Well, look at all those objects going up instead of down. They knew a hot property when they saw it. This anti-grav. During 1983, U.S. Army intelligence, most of them were shooting off the top of the screen. It was almost like an impulse reaction. Normally, I would have kind of looked at this stuff and just thought, it's somebody's idea of a practical joke. But the fact that it was being highlighted to me by somebody from Lockheed Martin as something I should be paying attention to.Kind of got my attention, and that was what really convinced me to go. And...どうでした？なんか当時の、まあ、1979年のトリック映像にしては結構綺麗に出来上がってるな、まあ、トリックだという人もいるんですけども、今となってはこういったものも先ほどの研究の情報から見て本当の本物の内容だったのかなみたいな現実味が帯びてくるなと。その当時描して、まあ、世界中で一旦話題になったらしいんですよ。僕は当時は知らないんですけど、なんかアメリカ、カナダの軍の、まあ、要請もあってデモンストレーションを行って成功したような主張ともいられているって書いてあるんですよね。ただこの技術を発表した後に黒服の人たちが来て、その情報などをもう持ち去ってもう破壊されてしまったらしいんですよね。で同じものはもう作れなくなっちゃってて、それっきりなんですよ、この件に関しては。なので、まあ、捏造ではないかとか、まあ、そういったものも言わされてた。でいろんなトリック説があるんですけど、まあ、見る限り何かトリックっぽくないなみたいな、なんか浮き方とかも含めてなんか本当になんか浮いちゃってる感の情報ではありますよね。ハチソン効果って呼ばれてる情報なので、気になる方は調べてみてください。結果的に何か軍が持ち去ったみたいなことで終わってますね、情報。で同じものはもうそういう設計図も取られちゃってて作れないみたいになってるらしいです。
ゃあ最後にもう一つ、ここもちょっと本当なのかどうかまでわからないんだけど、もしかしたら本当なのかもしれないよっていう話。昆虫、まあ、カブトムシとか昆虫、まあ、コガネムシとか、まあ、ちょっと殻がついてるような虫たち、あの虫たちがあの飛ぶときに、まあ、反重力を使っているっていうことを説明された研究者が、昆虫学者の人がいるらしくて、これもロシアなんですよね。1988年ロシアのノボシビルスク、ね、にある農業アカデミー科学センターの、まあ、その名のある人らしいんですけども、昆虫学者であるビクルトル S グレーベニコフ教授っていう人が、あの昆虫のこの殻の部分に反重力効果があることを発見したと。でそれどういうことかというと、まずあの虫って飛ぶじゃないですか、いろいろパタパタパタって。で、まあ、蜂とか蝶々とか、まあ、あの辺りはその普通に飛んでるなってこう物理的に説明がつくらしいんですけども、その昆虫学者の研究などによっては、そのああいうカブトムシとかカナブーンとかコガネムシとか、ああいう呼ばれてるこう結構体に質量があるタイプの虫が、あの薄っぺらい羽で飛べることが不思議らしいんですよね、物理的な法則上。どうやって飛んでんだろうみたいなところがあるらしくて、実際にもともとあんな薄っぺらい羽をパタパタさせる程度で飛べないらしいんですよね、なかなか辻褄が合わないと。でそのところに解説をしたその研究の方が、その先ほどのビクトル S グレペニコフス教授言えねという方なんですけども、どういうことかを説明しますね。地球上ってこうマイナスの電気が流れてるらしいんですけど、まあ、そこは正しい情報なんですよね。で空気中はプラスの電子が、まあ、流れているらしいんですけども、まあ、プラスとマイナス極なんですが、その結果的に羽をパタパタ、カブトムシってあの多分殻を広げるとその中に羽が入ってて、その殻がまだあるじゃないですか。でこの方が言うには、その 羽をパタ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 ってすることで電気を生み出して、まあ、電気を生み出すって言っても、例えばあの下敷きとかでやったことあると思うんです。髪の毛バーってするとパーってついてくるじゃないですか、電気が発生して。だから空気中にも、まあ、静電気と呼ばれる電気っていうのがやっぱ発生してる、まあ、そんな状態と一緒で、まあ、パタ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 っとすることで電気を生み出して、あの甲羅のこっちの甲羅のこっちの方じゃなくて、この中側の方にマイナス極の電気を貯めてるらしいんですよね。で貯めることによって、そのマイナスとマイナス、まあ、地上のマイナスと、まあ、その甲羅のここのマイナスが反発し合って浮くという状況になっている、まあ、いわゆるそこで質量が、地震の質量が軽くなるっていう状況を作って飛んでることが発見できたと、まあ、なので反重力状態っていうことらしいんですね、それが、うん、そういうことで、まあ、飛べてる。で、あの昆虫のその羽、電気を貯める性質を持つ共有電体であることが分かったらしいんですよね、まあ、ちょっと共有電体って分かんないんですけども、意味が、うん、まあ、結果的に電気を貯めるっていうことなんでしょうね。だからそういう状態で飛ぶ、だから全部なんかこう電気関係してるよねっていうとこですよね。結果的にそれ飛べてるよっていうのが研究して分かったっていうことを発表してる人がいて、この論理はちょっと本当なのかどうなのかちょっとまだ分かんないけど、そういった情報は出てる、研究一部情報によって出てるっていうことですね。いかがだったでしょうか。今回結構不思議な雰囲気っていうか、なんか反重力、まあ、現実的じゃ なかったものが、まあ、だんだん現実的になってるよという、なんか結構 UFO ってなんかイメージ的に飛んでいくときって光の粒がブワッってなってピュンっていく雰囲気じゃないですか。でそれって結局高圧的な電気を使って何かしているのかなって、そう考えると思えるし、まあ、その
生きてるうちにね、そういうことをなんか解明できて見れたりすると僕は楽しいなと思ってる方なんで、うん、まあ、お化け系よりもそっちの方がどっちかで好きかな。まあ、ロマンがあるっていうかね、うん、でも科学的なことだし、まあ、そんな今回は反重力の説明でした。他にもなんか新しくそういったような情報を見つけたらまたまとめてみようと思うので、よかったらチャンネル登録、まあいろいろね、ブログ、あの Vlog やってるんですけど、よかったらチャンネル登録してください。じゃあね。